クリントン・トリデと、モント・ゴメリートリデの戦いは、アメリカ独立戦争中の1777年10月6日に、ニューヨーク州ウエストポイントからさほど離れていない、ハドソン川沿い高台で起こったアメリカ大陸軍と、イギリス軍との戦いであり、サラトが方面作戦の一部とされる。ヘンリー・クリントン将軍の指揮するイギリス軍がクリントン・トリデと、モント・ゴメリトリデを占領し、 ハドソン川に張られていた船舶止めの鎖を外した。この攻撃の目的は、ジョン・バーゴイン将軍の指揮する、もう一つのイギリス軍とサラトが近くで退治する、ホレイ・ショゲツ将軍の指揮する、大陸軍の矛先を逸らさせようとする、陽動行動だった。二つの取り出には、 ジョージ・クリントン将軍とジェームズ・クリントン将軍の兄弟が指揮する約600名の大陸軍病が守っていた。イズラエル・パットナム将軍の指揮する別動隊が近くのピークスキルにいた。この戦闘は両軍の指揮官がクリントンだったのでクリントンの戦いと呼ばれることがある。大陸軍のクリントン兄弟はイギリス軍のクリントンとおそらく関係はない。 イギリス軍のクリントンはいくつかの陽動行動を使ってパットナムを騙し、その部隊を東に撤退させた後、ハドソン川の西岸に2000名の部隊を上陸させて2つの砦を襲った。イギリス軍は丘の多い地形を数時間行軍した後、部隊を2つに分けて2つの砦を同時に襲撃させた。モントゴメリー砦へ向かった部隊は、 小さな野戦砲を持った中隊に行く手を遮られることがあったが、ほぼ同じ時刻に2つの砦を攻撃し、比較的短時間の戦闘で砦を占領した。守備隊の半数以上が戦死、負傷、または捕虜となった。イギリス軍はこの勝利に続いて北のキングストンまで軍を進めたが、その後にニューヨーク市に呼び戻された。このイギリス軍の動きは、 バーゴイン軍を支援するには時期的に遅すぎ、バーゴインは10月17日に降伏した。この戦闘の唯一注目すべき結果は、両軍の被った損失と、二つの砦がイギリス軍によって破壊されたことだった。ハドソン川流域はアメリカ独立戦争を通じて戦略的に重要な地域であり続けた。この地域を通って、 ニューイングランドと南部の植民地の間で人とものが移動しており、戦争の後半でイギリス軍がニューイングランドを軍事的支配の標的としなくなってからは特に重要性を増した。1777年6月、ジョン・バーゴイン将軍はケベックから南に下ることでこの重要な地域の支配を目指す行動を起こした。その作戦の初期ではタイコンデロガトリデを落としたが、 平坦の困難さに苦しんで、9月半ばにやっと、サラトガまで到達しただけだった。バーゴインは、ニューヨーク市を占領するウィリアム・ハウ将軍の、イギリス軍がこの作戦を支援してくれることを、期待しており、この2つの軍隊は、サラトガから約40マイル南のオールバニで落ち合う、予定だった。ジョージ・クリントン知事フランスによる1777年の、ハドソン川流域図。 モントゴメリートリデが誤って東岸に描かれている、イギリス本国の植民地担当大臣でこの、戦争遂行のための政治家だったジョージ・ジャーメインと、ハウ将軍の間の明らかに、意思疎通を書いたために、ハウは、オールバニではなくフィラデルフィアの占領を目指し、7月には、その軍隊の大半を率いて、南に向け船で出港した。その後のニューヨーク市は、 ヘンリー・クリントンに指揮を任せた。ハウがクリントンに残した指示は、ニューヨーク市を保持することであり、その目的に沿った場合にのみ、攻撃的な作戦を取ることだった。ハウが7月30日に、クリントンに与えた指示の中には、援軍が到着する約束があること、バーゴイン将軍がオールバに近づけるように行動するよう考慮すべきこと、この時そのような機会があれば、 キングスブリッジを確保することが含まれていた。ハウがバーゴインに送った手紙は8月3日に届き、フィラデルフィアに向かうことと、クリントンに与えた指示について伝えていた。クリントンは9月12日に手紙を書き、2000名の部隊があなたを効果的支援できるならば、約10日以内に、モントゴメリーを攻撃するつもりだと伝えた。ハドソン川流域の高地地域は、 ピークスキルを本拠にするイズラエルパットナム少将が指揮する大陸軍とニューヨーク民兵隊によって守られていた。ピークスキルから数マイル上流ポポロペンクリークがハドソン川に注ぐポポロペン渓谷のすぐ上流にはイギリス海軍の艦船がハドソン川を遡ることを阻止するために川を横切る鎖が張られていた。この鎖の生端を守っていたのがモントゴメリートリデであり、 南の渓谷を見下ろす位置にあった。やはり、ハドソン川の西岸で渓谷の南には、クリントン砦を構築していた。モントゴメリートリはこの時建設中であり、ジョージ・クリントン将軍が指揮を取り、クリントン砦はその兄であるジェームズ・クリントン将軍が指揮していた。両砦合わせて守備隊の総勢は、約600名だった。ピークスキルにあった、主要宿営地は、 イギリス軍が船で行動を起こせば必ずその側を抜ける必要がある場所であり、そこにもおよそ600名が守っていた。3カ所の陣地にいる兵士のうち約1000名は大陸軍正規兵であり、残りは短期徴兵のニューヨーク民兵だった。パットナムの部隊はもともともっと大きな軍勢だったが、ジョージ・ワシントン将軍がハウ軍に対するワシントン軍自体の防衛と、 バーゴイン軍に対するゲイツ軍の防衛のために、パットナム部隊の一部を削除を命じており、さらにハウの動きが分かった時点で、地元民兵隊の多くの兵士を解任していた。パットナムは9月29日に、ニューヨークに輸送船が着いたという情報を得て、クリントン知事に援助を要請する手紙を送り、クリントンは即座に、キングストンから南に下って、砦の指揮に着いた。 9月半ば、クリントンの下には、ニューヨーク市を守るために約7000名の兵士がいたが、その中には、訓練が行き届かない、約3000名のロイヤリストも入っていた。バーゴインに送った手紙には、予想される援軍が間に合って到着すれば10日以内に、ハドソン川を遡って、バーゴイン軍の支援に向かえるという予測に基づく文面があった。9月29日、クリントンは、 バーゴインからの返書を受領したが、その内容は、下記のようにクリントンが約束した、行動の実行を懇願するものだった。モントゴメリートリデーの攻撃あるいは攻撃の、脅威を与えることですらも大いに役立つに違いない。バーゴインからヘンリー・クリントンへ、1777年9月23日9月末までに、ニューヨークに到着した艦隊からさらに1700名の、 兵士が上陸した。10月3日、クリントンは3隻のフリゲート艦と多くの小さな艦艇に3000名を乗せてハドソン川を遡り始めた。翌日、パットナムの部隊をピークスキルから誘い出す、陽動行動としてタリータウン近くでいくらかの部隊を上陸させた。この部隊はその辺りを歩き回った後に、再び艦船に乗り、さらに北に向かった。 続いて10月5日には、ピークスキルの南3マイルにある、バープランクスポイントで同じような陽動行動を行った。そこでは防御のお粗末な大陸軍前進基地を排除した。この陽動行動が完全にパットナムを騙すことになり、パットナムは、東部の高台に軍勢を引き、ハドソン川の対岸に援軍を要請する伝言を送った。 クリントンはこの最後の行動から間もなく、バーゴインからの伝言を受け取った。その中には、クリントン軍が支援のために、オールバニに到着する、可能性に基づいて、バーゴインが前進すべきか退却すべきか、明白に指示を仰いでいた。バーゴインは10月12日までに返事を受け取らなければ、撤退を強いられることになると記していた。 クリントンの返書は10月7日まで書かれず、明らかに形式的な返事で、要請された、陽動行動を取ることと、オールバニーには行けそうにないことを伝え、バーゴインが、クリントンの上官なので、クリントンから、バーゴイン将軍に命令を伝えることは考えられない、と付け加えていた。クリントンにとって幸運だったことに、この手紙の写し3通はどれもバーゴインの元に届かなかった。 伝令のすべてが途中で捕まった。ヘンリー・クリントン将軍10月6日の朝は霧がかかっていた。ヘンリー・クリントンはハドソン川の西岸ストーニーポイントで2100名を上陸させ、ロイヤリストの道案内でティンプと呼ばれる高台に登った。そこから反対側のドゥードルタウンと呼ばれる場所に降りると、クリントン知事が派遣していた偵察部隊に遭遇した。 その部隊は短時間の重火を交わした後にクリントン砦の方向に退却した。ヘンリー・クリントンはその後に2つの砦を取るために部隊を2つの攻撃隊に分けた。キャンベル中佐の率いる約900名は第52及び第57連隊、ドイツ人傭兵の両家兵分献隊。 およびビバリー・ロビンソンが指揮する400名のロイヤリストで構成され、モントゴメリートリデに向かう谷回りの7マイルの道を進み、一方ヘンリー・クリントンは残る1200名と共に、ドゥードルタウンでしばらく待機して、時間のかかるキャンベル隊と同時に、両トリデに攻撃を始められるような時刻に、クリントントリデの道を進んだ。クリントン知事は最初の小競り合いのことを知らされ、 即座にパットナムに援軍を要求する伝令を送った。その伝令を送り出してからすぐ後に、石膏からヘンリー・クリントンの部隊が二つに分かれたことを知らされた。その兄のジェームズ・クリントンは援軍を待ちながら、クリントン砦の兵士100名をドゥードルタウン方向に派遣し、モントゴメリー砦の別部隊をキャンペル隊に対抗させるために派遣した。モントゴメリー取からの派遣部隊は、 約100名であり、ジョン・ラムが指揮する小さな大砲一門も含まれていた。この部隊は、砦から約1マイルの地点に防衛的な陣地を敷きキャンベルの疲れた部隊と戦った。この部隊は結局撤退を強いられたが、野戦砲をイギリス軍に渡してしまう前に砲画を釘止めすることができた。砦の近くで今度は12ポンド砲に支えられて、再度抵抗し、 この時も交代した。この頑固な抵抗のために、キャンベルは、日没前1時間ほどになって、やっと配置に着くことができた。クリントン知事は降伏する機会を与えられたがこれを拒否し、戦闘が始められた。ジェームズ・クリントン将軍、HB ホールのハンガーキャンベルは、ロイヤリストを左翼に、ドイツ人傭兵を中央に、イギリス正規兵連隊を右翼に配置した。 活発な防御があり、キャンベル中佐が、戦島でしたが、イギリス軍は砦に突入した。そこでは、キャンベルや他の士官が失われた報復として、虐殺に近い状態になった。ジェームズ・クリントンは危うく銃剣で殺されそうになったが、その命令簿が、銃剣の切っ先を逸らさせて助かった。ジェームズ・クリントンと砦守備隊の一部は、砦の北にある森の中に逃亡した。 クリントン砦の主たる、新軍路は小さな湖と川の間の幅400ヤードの狭い予備場の土地を通るものであり、砦は大砲で防御されている上に、クリントン知事が酒もぎを置かせて、イギリス軍の前進を阻んでいた。ヘンリー・クリントンは、第63不評連隊に湖を回り込ませて、北西方向から砦の攻撃に向かわせ、まず第7を呼び、 第28連隊の軽風兵中隊とノイアンスパッハの敵弾兵中隊を砦の主要工作物に向かわせ、その後を第26不協連隊と第17竜気兵連隊の文献隊さらには残っていたイギリス兵とドイツ兵中隊に追わせた。モントゴメリーリデと同様に砦の守備隊は最終的に征服された。しかし降伏した者たちは、 北側の砦出で起こったような残虐行為の餌食にはならなかった。クリントン将軍を含め多くの守備兵は川の土手を下って我先に争って逃げ出し、そこで砲艦が救出して対岸の安全地帯に渡した。イギリス軍の損失は戦死41名、負傷142名だった。大陸軍の方は26名の士官と237名の兵士が捕獲され、 約75名が戦死、または負傷となったが、この数字は捕獲された、負傷兵を除いたものだった。その大半はクリントン砦の守備兵だった。大陸軍はその地域にあった多くの州停が、逆風のために、上流へ逃げることが叶なわなかったために破壊せざるを得なかった。翌日ヘンリー・クリントンは、ウェストポイントの大岸にあった小さな前進基地である。 コンスティチューショントリデに将軍検体を派遣し、その降伏を要求した。そこの少数の守備隊は当初降伏を拒否したが、10月8日には大部隊の攻撃側の面前で砦から退却した。クリントン知事とパットナム将軍は次の行動について作戦を練った。クリントン知事は西岸の部隊とともにイギリス軍による上流への攻撃から守るために北に移動し、 パットナムは東岸への攻撃に対する防衛を図ることとした。この戦闘の後、イギリス軍のジェームズ・ウォレス隊イは、大陸軍が仕掛けた川の障害物の撤去を始めた。10月13日までにハドソン川の北、エソパスまで障害物がなくなったことを報告できた。ヘンリー・クリントンはその時までに、病気のためにニューヨークに戻っており、ジョン・ボーン将軍に、取り出の指揮を任せた。 援軍を乗せた輸送船を北に送ることが遅れたために、ボーンと1700名の兵士を乗せた小船隊が出発したのは10月15日になってからであり、ヘンリー・クリントンからはハドソン川を遡り、バーゴイン将軍の動きを探ってその作戦を支援することという命令が出ていた。この部隊はその夜エソパス近くで停泊した。この動きがサラトガで進行していた。 幸福交渉を加速させたという考え方がある。馬を使った通信であってもその速度が鈍いために、ゲイツ将軍が10月17日に幸福条件で合意を得るまでにこの動きを知り得た可能性は低い。バーンの部隊は翌日にエソパスの街を焼き、さらに北に進んで著名なパトリオット一族の本拠地で、あるリビングストン荘園を襲撃した。この艦隊は、 東岸のパットナム隊によって追跡されていた。パットナム隊は、コネチカットからの民兵隊が加わってかなり増強されており、ボーン隊に十分内閣を与えたので、ボーンは終廷に引き上げることになった。モントゴメリトリでの移行、2007年撮影10月17日、ヘンリー・クリントンは、ハウ・シ軍から3000名の援軍要請を受け取った。おそらく、ワシントン軍が、 ジャーマンタウンを攻撃して失敗した後、フィラデルフィア占領を支援するために要請された。ニューヨークの守備軍はすでに、ハドソン川進行で手薄になっていたので、クリントンはボーンと二つの砦の守備隊を呼び戻した。砦は破壊され、守備兵は10月26日に砦を明け渡した。クリントン砦のあった場所は、 大半が撤去されてアメリカ国道9号線にしと1924年に観光したベアマウンテン橋を作るために使われた。残されたところはベアマウンテン州立公園の範囲内に保存されている。その公園にはドゥードルタウンのゴーストタウンも入っている。モントゴメリートリでは1972年に アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、またアメリカ合衆国国家歴史登録財にも指定された。現在はモントゴメリートリデ州立歴史史跡となっている。北斐41度19分22.31秒、整形73度59分23秒、北斐41.3228639度整形73.98972度。西経 73. 4 1 3 2 2 8 6 3 9 7 3 9 8 9 7に、ありがとうございます。